なんとね、428円の弁当が120円でした。129円。じゃあ、これを食べていこうかなと思います。はい、では行きましょう。今回からマスクじゃないや マイクを変えたんで、ちょっと音声が良くなってるかもしれない。今回はね、廃墟じゃなくて、心霊スポットという噂がある、ある川にやってきました。風が、なんか知らないけど通行止めなんだよね。多分これはね、車のことを言ってるんだと思う。ちらっと見るとね、なんだろう、何かが崩れてるような感じ、あのように見えるんですよ。ちょうどこの辺り、この辺り、あ、崩れてないな。これは全然見えないな。やっぱり昼間来ればよかったかな。とりあえず、このマイクかなり音いいですね。あとね、さっき、弁当を食べたんですけども、あの弁当ね、表示を見なかった自分が悪いんでしょうけども、食べた時にね、最初ね、唐揚げとエビフライとハンバーグが入ってるんだなと思って買ったんですよ。そうしたら、あれハンバーグじゃなかったんだね。ハンバーグの種っていうのかな、ひき肉とパン粉と、混ぜてハンバーグ作りますよね。それでロールキャベツを包んでただけだったみたい。なんかやけにね、野菜が多いなと思ったんですけど、で表示を見たら、だからロールキャベツなんちゃらかんちゃらって書いてあったんで、なんだこれ、ハンバーグじゃなかったのか。お、なんか山菜が生えてるな。このくらいだったらよく見えるかな。でもなんかね、これ工事してるみたいですね。工事してるからあれか、通行止めなのかな。まあいいや、とりあえず車では行けないようです。ここ降りてみるか。すんごいね。本当はね、あそこに橋があってね、橋の下に行きたいんだけど、降りるとこがないな。今日はいつもの、なんだっけ、あぶね、いつものランニングシューズよりももっと不便なスリッパタイプのスニーカーみたいなのもあるんですけども、それで着てるんで、グリップ力はね、悪くはないんだけども、かかとがね、ちょっと安定しないんですよね。今もね、滑りそうになった。
よし、川に降りたぞ。ここ道になってますけど、一応川です。重機が通れるように道にしたんですね。まあ、あの何かの工事をここでやるんでしょう。もうちょっと降りやすいとこないかな。ちなみにこんな感じなんで、あ、ダメだ。こういう靴なんで、こうか。かかとがないスニーカー、なんて言うんだろう、これスリッポンじゃないよね。ああ、なんか音がした。この川にね、幽霊が出るっていう噂があって、多分ね、あのね、橋の近辺ですね。橋までおそらく300メートルぐらい歩きます。ここがもう川なんですよ。気温はね、10度近くあるんですけど、ちょっとね、風があるからね、寒いです。お、風が収まった。いや、ちなみにこの新しいマイクなんですけど、なんとね、3万円もしました。おう、あれ運転代行の車です。よーし、そうそう、今運転代行の車通りましたけども、あの車が通ったところが今から行く橋ですね。まあ、その橋の下に僕は行くんですけども、本当はここに来る前に一軒ハイラブホテル行こうと思ったんですが、そこはもう建物が取り壊されていて、なんかぬかるみそ、取り壊されていて、まあ、特に何もなさそうだったんで、こっちに来ました。ここですね、橋。どうもね、子供が溺れたっていうっていう話がここにはあるようです。まあ、昔ね。わあ、すごい汚れたな。まあいいか。多分ここ昼間来るとおそらくね、釣りしてる人、まあ、いるだろうから、まあ、夜来るのが本当は調子いいかもしれない。
はい、というわけでね、さらっとね、今日は川にやってきましたけども、案の定何もありませんでした。たまにね、ふっていう何なんかあるんだけど、ちょっと今日はねイヤホンしてる、まあイヤホンというか特にね、自分側の音をね結構よく拾うように、あ、そうそうそう、このマイクね設定ができるんですよ。設定ができるので、まあ一応ね、自分の方の声をよく拾うように設定をしてるんですが、まあよく音を拾ってくれるせいかね、たまに変な音がね入ってきた時にビクッてするんですよね。でこれこう見るとね、まあまあ、増水するとこの辺もね水に浸かるようですね。まあ明らかにこう水が流れてというような形跡が見られます。でまあ今から帰るんですけど、さっきのね川に降りる時のあそこ登れるかなと思って、てかもう特に何もないので、この辺でじゃあ終わりにしようかなと思います。というわけで、今回は以上です。今回ご視聴ありがとうございました。では、途中で崖崩れが起きてる。もう根っこごと倒れてるんですね。